こんにちは、土の子です。さあ今回もね、電波人間やっていきましょう。今回なんですけど、僕 NPC レンタルね、前回カツン教があるかもよみたいな感じで紹介したんですけど、他にもですね、まあもうすぐ17日に、個人戦バトルが、バトルタワーみたいなのができて、バトルがスタートするということで、この NPC レンタルもですね、そのバトルに使用することができて、まだですね、僕全員分 NPC レンタルゲットしてないので、今回はね、 NPC レンタルをゲットしに行く旅をやっていきたいかなと思います。一番ですね、この中で難易度が高いのが、女王の歯の証を持ってないと、NPC レンタルさせてもらえないクイーンというやつがいるんですけれども、そいつがですね、水曜と日曜日に行けるこのイベントゲットの経験値ゲットの黄金の扉の2個先にある場所にいるので、なかなかこう難しいと。もちろんゲットしてないので、ちょっと今回ね、 NPC レンタルを全員ですね、仲間にしていきたいかなと思います。ジェモリとかはね、前動画で紹介してるので、ジェモリゲットをどうやんのっていう方は前の動画をご覧ください。女王の歯は女王の歯倒してないけど、いただいてましたね。これ大丈夫かな、これで、この女王の歯の証で大丈夫かな、ちょっと不安ではあるけど、行ってみましょう。経験値ゲット、奥まで行くのは初めてかも。なかなか行く機会ないですよね。さあ、経験値ゲット自体なかなかやったことないんだけど、大丈夫かな。君はコンプリートしたのか、すいません、人任せですけれども、いや信じられないくらいすごいな、尊敬するよ。申し訳ありません、あの倒してないのにゲットしてるっていう。よし、それでは行ってみましょう。2個先にあるって言ってたね。よし、黄金の影2個ありますから、ちょうどジュエル使わないでいきますよ。あ、ほんとだ、いる。こんにちは。話せるんだね。あなた、それなりに強そうね。私の名前はクイーン。女王の歯の中の女王よ。私の力を借りたくてここまで来たの？そうなんです。あなたが持っているそれ、女王の歯の証ね。あの、送ってもらったやつなんですけど。ライバルを減らしてくれて助かったわ。私以外の女王なんて必要ないもの。あなたの力になってあげる。具体的にはあなたの島のレンタル屋に行ってあげるわ。言っておくけど、私安くないわよ。ちゃんと借りに来なさいよね。やりました。私も支度があるのよ。すぐには行けないわ。あなたが島へ帰る頃に私も島へ行くから、私をちゃんと借りに来なさいよね。ありがとうございます。経験値プラス50。虫歯たち、もう今ちょうど僕は歯が痛くって、虫歯でやばい、強いな、やば。虫歯たち強っ。いやー、宝箱開けとこう。経験値プラス10。あ、女王の歯いるじゃん。いやー、多すぎやろ。ちょっと待って、これブーストかけてないから結構しんどいかもな。しんどいね。ウインク連発相当やべえわ。さすが女王の歯たちですわ。あかん、これ。いやー、厳しいね、女王の歯。お、どうだ。よし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 、やっつけました。1ゴールド。あ、女王の歯の証、自分でもちゃんとゲットできましたよ。1回倒して1だった。さあ次なんですけど、ステージ9、暗闇の洞窟ですね。こちらにもいるみたい、行ってみましょう。ここで井戸、これ怪しい井戸あったよね。確かに、かすかに誰かの声が聞こえる。誰かいるの？水を持ってきて。干からびちゃって動けないよ。これをしてから、お家の水を取ってくると。あ、ここにありました、左下に。水を置いてないかって？災害用の水なら倉庫の奥の壺に溜めてあるけど、ちょっとだけなら持って行っても構わないよ。赤い箱は比較的軽くて押せば動けせるから、自分で取ってくれば持って行ってもいいよ。これで、じゃあやり直しが怖いやつだね、これね。ここは大丈夫で、こうして、これ危ないやつね。こうしてこうです。よし、たくさん水が入ってる。よし、これですね。このイベントがあったんだ。井戸に水を流し入れた。水だー。
ぷはーい、機械がかわいい。ちょっと僕の名前はナップ、君が水をくれたおかげで助かったよ。僕前はとある洞窟に住んでいたんだけど、強いモンスターに追われて逃げてきたんだ。助けてくれた俺に君に手を貸すよ。僕は相手を眠らせることが得意なんだ。僕が必要になったらレンタル屋さんで呼んでね。はーい。うねうね、おあの心がもう先に出てるね、顔が前に行ってた。ちょっとじゃあクリアしましょう。そういえば一番最奥に、最奥の探索僕やってないんだよな。やるか。イエーイ、侍の具足。あ、こっちから行けたんじゃん。ちょっとかわいい。あ、縮んじゃった。デーモンの証ゲットできちゃいました。さあ最後はジェミニが取ってないので取っていきましょう。妖精の盾ごとを入手してステージ1に行く。そのステージの1の妖精の町の隠し通路にいるということで、ちょっと行ってみましょう。下ですね。はい、ここでございます。バイパーレディをサクッと倒して行きましょう、妖精の町へ。さあこの妖精の町に入って左側ですね、こっちに隙間がありまして、こっち側行けちゃうんですね。こっち側行けちゃうので行ってみましょう。この上側です。上側にほらこの子、お花に囲まれたジェミニちゃん。君妖精じゃないよね、もしかして里の外から来たの？ふーん、電波人間って言うんだ。僕里の外のことはよく知らないんだ。よかったら僕を里の外へ連れてってよ。はい、ありがとう、そう言ってくれると思ったよ。僕の名前はジェミニだよ。君の島のレンタル屋で待ってるよ。絶対役に立つから期待してね。この子は絶対ゲットしといた方がいいですね。特技をなんと2回使えるようにしてくれるっていうキャラでございます。今回ゲットしたのがクイーンクイーンちゃん。敵の何人かを誘惑する。そしてジェミニちゃん、仲間の何人かに特技を一旦で2回当たるようにしてくれる。これめちゃくちゃ良くない？ミーティアは攻撃能力を2倍にしてくれる。そして今回ゲットしたナップは敵の何体かを眠らせて行動を封じてくれるという感じで、まあ、他はこんな感じですね。初期からいる子もいれば、まあ、ストーリーでね普通にあの話しかけてれば仲間になる子たちがいっぱいいます。ジェモリの取り方はね、ジュエルゲットの取り方で紹介してますので、よかったら。はい、ということで今回はクイーンとジェミニとそしてナップをゲットしてみました。これでね、今の現段階での NPC は全て手に入れてるはずです。対戦のね、あの電波人間は全く揃ってないけど、 NPC を連れて行ったりもする、結構するらしいので、NPC をね早めに全部ゲットしていくのもいいかもしれません。ということで、じゃあプレゼントを見ていきましょう。またまたね、枠は結構開けましたよ。67個開いております。67個になってるね。さあそれではいきましょう。なおなおちゃん、花もぐら、あ、魔王ゆうまくん、焼きもろこしの証、そしてフォロワー街からまた花もぐらたちがいっぱい。そして焼きもろこしに毒魔単語、穴掘りホッグ、ダークゴブリン、また島来て、トーマくん、焼きもろこしの証。トーマくん確かね島行ったよね。みんなの編成紹介して、あ、これねバトル始まったらちょっと紹介しようかな。僕のバトル挑戦するんだけど、やっぱみんなのね編成ちょっと見て参考にしてからバトルって挑みたいよね。そして、スノーくん、サンダーミストの証、ファイアバード、もうこれあのねジュエルかかってるからそんなに無理しなくていいんだぞ。毒魔単語の証に焼きもろこし、タコ貴族、あ、これあれじゃん、あのエクストラの方じゃん。ユウスケくんは毒魔単語の証、稲荷さんいつもありがとうございます、穴掘りホッグ、カビまんじゅう、そしてロゼッタさんが穴掘りホッグ、また穴掘りホッグが多いな。なんでだ。ビッグバットはイチさんとフォロワー街から、そしてゲソパラディンとクリムゾンキーパー、お、これフォロワー街からですね。ゲソパラディンとか、これもエクストラの強いやつらだな。これ翔志郎くん、雷町の証、ありがとうございます。カビまんじゅうの証も、穴掘りホッグの証に焼きもろこしの証、ヒロトくんから毒魔単語の証。毒魔単語あれだね、イベントゲットだね。もうイベント終わるんで、キノコのカゴ、1個だけ、またさらに1個だけ追加でキノコのカゴゲットできました。
あやとり名人カイオンくん、雷町の証、黒豚うさぎの証、毒魔タンゴの証に、またトーマくんから吸血キャット、そして焼きもろこしの証、あ、ナナシさんから花もぐらの証ゲットでございます。ということで、ナナシさん初めてかもね。一括受け取りしていきましょう。なんかさ、これ僕絶対フォロワー外じゃなかった人がを残してたはずなのに、またこのフォロワー外になったりするんだね。これもしかしたらさ、あれかもしれん、フレンドが、フォロワーって制限ないんだけど、フォローもちろん今ね、まあ島行くためにちょっと交換はするんですけれども、ちゃんと100やっております。でもフォロワーも一応100になるんだけど、なんか七七さん多いな。七七さん、サブアカですかこれ。もしかしたら下にさ、あぶれた人ってもしかしたらフォロー外れてんのかもしんない。だからなんでフォロワー外になっちゃうんだろうって、もしかしたらずん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 下に行って新しく来た人たちに押し出されてんのかもしんないね。ちょっと仕様がよくわかんないですけど、これ絶対僕ね、名前残してたはずなんだよね最初。だからフォロワー外じゃないはずなんだが、もうなかなか難しいですね。花もぐらをそれぞれ一人で埋めるっていうのはなかなか大変そうでございます。はい、ということで、はい、ということで着々とね、バトルに向けて今ね、電波人間集めてる最中なんだけど、まだまだ出生の方やってないんでね。今電波人間自体は結構集まってんだけど、こっから出生を、頭の形決めて強くするっていう作業がまあ大変かなっていう感じでございますね。黒のいろいろ作りたいけど、もう今さ、最大はかなり難しいのでね、なるべくこう最速を目指しつつ、体はもうできたのを使うしかないような気がするな。そこまでちょっとガチになれないかなとは思っております。はい、ということで、よかったらまた次回も見てください。またね、バトル始まったらいろいろ教えてください。僕も挑戦してみようと思います。それでは、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。